こんにちは九州大学のマナギと言います私が進めているのは世の中の社会の大きな問題いろんな課題を解決していくときにそれにどんな価値があるのかをきちんと把握していくことなんです。今国連で SDGs という社会の課題をきちんと理解して評価していこうというのが2030年まで進めようとしています。 2030年以降もその取り組みは変わらず持続可能な開発っていうのは世の中の一番大きな課題になっていきますその時に一番大事なのは本当にその課題が解決できたかどうかそしてどの程度解決できたかの理解をしていくことなんですよく言う企業でも個人でも自治体でも我々は陽光を作ってますとか 健康にい,いものを作ってますとかただ言い切って終わりだと本当に何かかかかを解決したかどうか分からないですよねそうではなくどの程度人間の健康が良くなったかそれで今後も3ヶ月4ヶ月ずっとそれを食べないといけないのか1回だけでいいのとかまたはそれをむしろ食べない方がいいのとかそういうことが分かっていくと実は これが SDGs につな,がるんですなぜかというと新しいもので何となく健康にいいというものはいっぱいありますまたは商品として健康にいいと言い切ってるけど証明がないものがほとんどですそういう中で本当に科学的に正しく健康になるともし証明できたら複数のいいことがありますまず個人はそれをもっと食べようと思うので 今ままで以上にに健康になりす。それを作っている企業今回の場合はそのものですけどもこのそのものの商品がもっと多くの人に届けば新しい開発違う展開もできますこれは企業にとってもいいんですね最後に自治体とそこにいらっしゃる住民の方々にもいいことなんですなぜならば よりその地域が幸福町が注目を浴びることでもっと違う実験をしてみようもっとこの新しい取り組みを違う人たちに見てもらおうということになると地域が元気になりますこれを数字で科学的に証明していくことがすごく大事なんです私が期待しているのはこういう中で新しい取り組みを次に進めるために一回きっちりちゃんと科学的に証明しながらそれを外にどん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 発信していくことです そうすれば、もっと新しい取り組みがさらに進んでいくし、それを期待しております。ぜひ、え期待しておますので、よろしくお願いします。